い、大家好、こんにちは、シャンメイです。本日もマージマンションやっていきたいと思います。さて、とりあえずね、あと丸一日ぐらいでエイミーのミステリーの方のイベント、まあ約1ヶ月近くのイベントでしたが終了ですかね。まあ、ギリギリ45まではいけたかなということでダイヤ回収。これ以降は紫のレーンになるかな。まあそうですね、個別時短というか個別砂時計もらえるだけでもありがたい。で、あとは美化計画の方もやっていこう。これをね、イベントボックスの方からね、とりあえず出しましたんで、これでついでにスコップができました。あ、26か。結構いい。いいっちゃいいな。いや、でも、とりあえずこれ。収める。というわけで、2シート目、完了です。結構体力くれるね。宝箱もゲット。3シート目に入りましょう。ほーん。なるほどね。なるほどね。あ、側いるかなってちょっと思ってたけどね。うん。まあ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 。とりあえずね、今からやるべきことはですよ。やるべきことは、とりあえず、一人称はいらないみたいだ。一人称じゃない。手押し車。まずね、箱をちょっと開けていくか。こちら。いや、その前にな。ちょっと待ってよ。バール。バール1個だけ作ろう。バール1個だけ作っ、あれ？小槌って、あ、いるんだ。収めとくか。バールを1個だけ作ろうかと。ちょっと待って、ね、そっか、案外すべてをやる前にね、バールを一個だけ作りたかったんだけど、なかなか、よいしょ、これでバールは完成。あ、そっか、ネジもいるんだったか。あ、たまたまできたね。たまたま置いてあったやつが。そしたら、先に箱開けたいしな。いや、でも時間がかかる。これを先に作ろう。蛾が出てくるまで、どうしても時間、制限というか時間を置いとかにはならんという前提条件があるわけですよ。なのでまずはね、これだね。まずは作る。あったっとっとっと、これで一個とりあえず作っといて、ガマチですかね。まあ、他もやりたいものはあるんだけど、三つ目のラフレシアを収めるか。が待ち。この辺は、これは出しておこう。よし、じゃあ、ラフレシアを作る前に、まず宝箱を開けていこう。いきます。3、4と。
5、この時点でちょっと待ってね、5、これがいけるか、タイヤ作りかけの車って、これってどの段階だっけ。あ、これで299は出せんな。これまだ合体できないな。しまっとこう。まあ、いざという時に役に立ってもらおう。そして取って合体。これでもこれまでだよね。ドアとかもないし、今一回収めとくか。道具箱じゃない、工具箱は仲間がないのでしまう。うん、もう何タップしたか忘れた。今10回目ぐらいか、11ぐらい、12ぐらい。うん、14、15。うん、多分17ぐらいじゃないか。17、19。ちょっと待ってね。21、22。あ、違うか、これが22か。うん、あ、あるじゃん。何が入ってるかをすぐ忘れるからね。自慢じゃないけど。あかんあかん。これも仲間ないな。しまっとこう。側ね、町だから。これが意外と つい、あれだな、側を売りたくなっちゃうな。一回これをちょっと育て、いや、スペースがきついな。1、2、3、4。待って、余裕なかったっけ。もう あるじゃん。しまうものしまっとこう。この辺しまっちゃっていいよね。こうだ。で、4、5ぐらい。あー、6、7。8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19。すごい単数が出る。20ぐらいかな。回数すぐ忘れるもんだから。今日さ、でもクリアできないかな、まだ音質が。で、1、
これ仲間なかったよね、確か。ないね。9、10、11、12、13、14、15、16。ちょっと待ってよ。17、18、19、20、21、22。おー、タンスのつまみが多すぎるな。見事に階段状になったな。これがさ、5、4、2。あとはまあこれはこれで、これもちょっと飛び飛びではあるかな。5と3。あ、いっぱいだ。いっぱいだ。どれを出す？どれも、その辺に置いとくもんじゃないんだけど。タイヤ出しとくか。いや、でも、使えるの出しといた方がいいのかな。あと 5?5 のこれ。間違いだね、今。出すはいいけど、どこに置いとこう。とりあえず仮にここに置いとこうか。種もしまっときたいな。すごいしまっときたい。でもまあこんなとこか。回収かな。あとどれくらい？あと227。327か。さあ327だね。よし、じゃあ作り出すか。よし、じゃあさっきできましたこの栽培キットに3、4。5、6、7。で、こっからが大事だからね。どうするかな。 B カード使ったらもうここですぐなんだけど、すぐなんだけど、8、9、10。ちょっと最後まで戦ってみるか。11、12、13。14、15、16、17、18。18、19、20、21、22、23。
こっちはもうスキップだな。30、31、32、33、34。35、36、37、38、39、40。50タップぐらいかな、これ。41、42、43、44、45。46、47、48、49、50。あれ50でもないのか。51、52、53、54、55、56、57。待てよ、使っちゃえ。57、58、59、60かな。あ、60でもない。67か。ああ、意外だったな。待ってよ。8、7、6、5、4、3。ってことで、これでいける。よし。ラフレシア。いや、さすがに次は来んじゃろ。次は来んじゃろ。頼むぞ。というわけで、ラフレシアの絵を、描く完了。どうだ、最後はなんだ。最後でもないか。ふーんふーん、ちょっと待ってよ。タイル、もうこれ分解使うか。今見たいし、今もうやりたいし。いや待って、慌てるな。ハサミなんかいつでもじゃないここで使うのもったいないな。イベント進めよう。明日やろ、この石の飾りをはめ込む。明日ね。ってことは明日クリアなのではないだろうかよし、イベントやるよ。ガレージ美化計画、こっちこっち。まず多分塗装ローラーを出す羽目になるのかなと思うけど、とりあえず熊手にナイフに出すか。熊手にナイフに。熊手にナイフに。まずは熊で1。あれ、たまに反応が
不安な時あるな。ナイフも収めちゃうか。とりあえず熊で、そしてナイフ。あと11だね。熊で1、ナイフ1。いやーでもラフレシアギリギリだったけど、ちょっと5ダイヤ使っちゃったけど。そっか、なんかタップ数ね、正確に把握してなかったけど、何回だったっけ ?70 タップぐらいあったっけ。結構あるね。なんか自分は50とか60ぐらいかなーみたいな感じでふわーってちょっとちゃんとカウントしてなかったけど、もう最後の最後でね、ちゃんとカウントできてよかった。てかさ、動画中にフルタップすることって今まで多分なくて、一回も。おそらくなんか途中までタップして、あ、物ができたから収めようとかさ、そういう感じで、で、あ、続きのタスク出たから次の日とかその次ぐらいにまたタップとかね。で、あとはさあ、物ができたけ、もしくはできてないから残りは裏でタップしておくってやって、結局動画内でフルタップできてなかったと思う。今初めてやったからね、作るところから。じゃあ、あとは、もう完成させちゃったポーチライトはね、ハサミで切るしか戻せないからな。とりあえず収めるべきやつを作っていこう。ちょっと3つは収まるよ。これと、あと1個かな。よし。あとはガマチだね。これレベルいくつだっけ ?4 か。結構待つね、これ。まあでも明日までには確実にクリアできるよ。じゃあ、バール3。じゃあ4、バール4。ハケ3だったかな。ハンマー先に収めるか。小槌。これででも1列収まったからな。ちょっと回収。バール先に収めたいな。基本的になんかしんどいタスク先にやりたいのはあるんだよね。辛いことを先にやってね、あとでもう半分 寝ながらでもできるレベルのタスクをね置いとく。これが醍醐味。どうするかな。スペースが割と厳しい。まあでもバールできたし、バールできたし、あとバール3か。ちょっと今日中には無理かな。明日までにはいける。波形まあ1個収めちゃうか。体力、あと今回復したところか。よし、ネジもまたいるって言われるかな。
これちょっと一時的に売るか。若干邪魔だし。バールまで急に。まあ、こんなにはネジいらないかな。さあこれでバールはあと1個か2個か。2個だな。まあハケまでかな。いけたら嬉しいけど多分無理だと思う。回収。もう終わった。どうするかな。すごいネジが出るけど、次のシートがひょっとしてあれか？ネジたくさん収めろとか来るかな。終わった。いや、とりあえずハケを収めておくか。よいしょ。はい。まあ、あとはそうだな、バールを作っとる最中に収めるか。日替わりかな。これあとはまあ回していけば電気管出てくると思いますけど、まあそこまで動画に撮らんでもいいかな。ちょっと下のタスクを延々と回す時間になるの。今から突入します。というわけで次回までにこのガレージ美化計画の方ですね。まあなんか多分塗装ローラー収めるところまで進めておきますかね。で次のシートに入るところ、そしてメインタスクの方、おそらく明日クリアできるんじゃないかなと思うんですけども、こちらの石の飾りをはめ込む、これができる状態で頑張りたいかと思います。じゃあちょっと準備しだすかな。とりあえず水の瓶はいらないっぽい、いらないっぽいけど、どうしようかな。どれもちょっと捨てられない。この辺だけちょっとしまっておくか。まだレベル3だもんな。もう待ちだねこれ。というのもあとは時間が必要なタスクがねちょっと多いですので、体力はあるんですが、ここまでにしておこうか。周りは開けとこう。じゃあ残りの時間、ふふふ、お待ちかね。豚の貯金箱、こいつを解放していきましょう。残りの体力で。2345と678。9、10、11、12と。13、14、15、16、17、18。19、20、21、22。23、24、25、26、27、28かな？ちょっと29、30、31、32、33、34、35、36、37、
36、37、38、39、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61というわけで体力なくなりましたのでここまでかな。あとは裏で、あと9タップぐらいだと思いますけども、やっておきますかね。そしてね、多分ね、この地下のところ、袋のところに多分、レベル1貯金箱が8個以上は、おそらくありますので、また次回に向けて、このレベル4貯金箱、もう1個作ってあると思います。そんなとこですかね、今日は。よし。じゃあ明日クリアかな、ここ。多分。違うかもしれない。では、ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。